もう今日は撮影実はもう終わったんですけど、うん、ちょっとトラブルが発生しまして。ほう、何？あの、チャーハンを食べて、うん、デザートでプリンを食べようって話をしたんですよね。買ってましたね。スプーンがない。ああ、なる、あの小さいプリン用のやつね、うん、てっきり中に入ってると思ったら、うん、入ってなかったんですよ、うん、なので、急遽思いつきでございますけれども、うん、はい、このプリンをスプーンを使わずに、はい、手も使わずに、何も使わずに、手も使わない、うん、はい、口だけで無理じゃね。3人でこのプリンを手を使わずに食べる。そしてそのタイムを競って、なるほど、トップには、はい、もう一個プリンあげます。イエーイ。分付きなし、なし、車なし、なし。一個試しにやってみたら、一個多めにあるから。いや、これご褒美じゃん。優勝商品が。じゃあご褒美なくなりますけど、いいですか。じゃあ一応測ってみる。もう一応、いや、難しすぎたら手使ってやろう。わかりました。いきます。はい。全然トランス上、これ無理。これ全然無理。死ぬで。硬くなり。汚い。手使わんでいけると思った。ただ、うん、攻略法を見つけるのにちょっと時間ください。今タイム関係なしに。うん、ああ、なるほどね。あ、うまく舌を使ってる。経験者一人だけ。じゃあ、30秒挟んであげます。おお。最下位だった人は、うん、一発芸で締めてもらいます、うん、この動画を、ね、この動画短いと思うんで、うん、最初はグッ、じゃんけんほい、はい、結構でしょ。最初はグッ、じゃんけんほい。2番じゃあ1番おお。いきます。はい。あ、けどすごい吸引力。吸引力あんまない。違う、こっから進めないですよ。ズルありましたけど、あの飛んだ時でしょ、うん、そうなんだ。あ、飛んだ時久米さんにかかりそうになったからスパッて手出したけど、あれでちょっとプリンが浮いたんだよ。あ、あれのおかげで、うん、だからじゃあプラス40秒ぐらい。長い長い長い。せめて10秒にしてよ。30秒女の子ペナルティーの。じゃあ10秒にしてよ。30秒だな。32秒7さん。無理やった。ちょっと、ちょっと、もうすぐだよ。待たんて、待たんて、待たんて。すごい。すごい。おー、お見事。23.45秒。お見事です。久米さんの口から出たプリン、俺が掃除する羽目になると思った。じゃあ上に上げて吸い込もうっていうアイディアまで良かったんですけど、こうした瞬間もバグって
天空にプリンが舞いましたよ。やばい、何も思いつかない。これはもうちょっと休憩させてもらえるんで、はい、思いついたら言ってください。わかりました。もう滑る気しかしないですよ。大丈夫、僕らは久米さんを滑らすことは一回もない。ない。よし。そしたら道具使う感じですか。二人を大船に乗せてあげる。現在はどの船か横や。いっちゃう、それで。おい、鉄矢、どういうか横や。じゃあこれで。これや。はい。よし、上の船。はい。よし、行くぞ。行くぞ。現在の船。はい。鉄矢の船。はい。お湯もね。はい。おお、みんな、海ですか、それは。お、海。はい。行くぞ。はい。どうや。ごめん、俺面白い。フレームの時もどうや。どうやって言われても、鉄矢どうや。悪くないです。そうやろうか。よかったな、お船に乗れて。ダメだ、めっちゃ汗かいた。平和やな、ほんと平和。もうこういう平和な動画を別にそんなに何万人何十万人に見てもらおうなんてね、そんなと思ってないけどもさ、みんなで一人でもね、クスッと笑ってもらってもらえれば幸せになってくれて、で我々もこうやって楽しく過ごせたらいいね。そうですね。諸積家は2020年も平和ですと。お見事でした。ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。